2019年現在、日本人の平均睡眠時間は7時間22分。先進国の中では少ない方とされています。それでは全世界の人間の睡眠時間を全て同じにしたらどうなるのでしょうか。どうもこんにちは、リンです。今回はもし世界中の人が同時に眠るとどうなるのか、そんな世界を見ていきましょう。他にもどんなことが起こるのか、あなたもぜひコメント欄に書いてみてください。では睡眠開始。はぁ、ね、た、ざ、ん、ま、い、寝たざんまい。同じ生活になる。もちろん魔法使いが魔法をかけない限り人類が同時に眠るということはありません。しかしもしそうなった時にどのような効果がもたらされるのでしょうか。現在私たちの住む社会はますますグローバル化しています。同じ会社で働く人が地球の反対側で全く異なるスケジュールで生活しているのです。また夜勤の人々も忘れてはいけません。彼らは普通の人とは違う時間に働き寝ています。もし人々が同時に眠るとしたら全員が同じ生産体制の下で動くことができます。真っ黒い会社がなんやかんやわめいても、だってみんな寝てるじゃんで終了です。海外で行われるスポーツの試合も全員起きて見ることができるかもしれません。世界を結束させ人々のコミュニケーションを向上させるのに役立つかもしれませんね。昼に眠ることになる。現在地球は24の異なるタイムゾーンに分けられています。グローバルな時間の扱いに関して国際的な取り決めが成立したのは1884年のこと。アメリカ・ワシントンで開かれた国際子午線会議でイギリス・グリニッジ天文台の時刻が標準時の原点として採択。これに基づいて世界各国が時刻の標準時を定めることになりました。この結果ロシアでは時差として11もの異なる時間帯を設けています。国土面積が世界第2位のカナダでは6つ、第3位のアメリカは4つのタイムゾーンがあるのです。そのためもし人々が同じ時間に眠るとしても住んでいる時間帯によって環境は変わります。例えばニューヨークの午後10時からが睡眠時間とすると、その時の東京は午前11時。あなたはお昼ご飯前に眠ることになるのです。理想的な睡眠の時間帯ではありませんが、時間が経てば慣れてくるかもしれません。地球も休める。私たちが生活している地球にはちょっとした休息時間が与えられます。毎日人々が眠っている時間はとても静かになります。世界からは騒音が消え資源の搾取も起こりません。また発電所の出力を毎日同じ時間に止めることで地球全体での電力使用量を減らすことが可能です。結果的に CO2 の削減にも結びつき、エコなライフになります。単純に考えれば自然環境にはいい影響をもたらすかもしれません。やっぱり大変になる。以上のように考えていくと地球は一時の休息を取ることができます。しかしそれは人々の起きている時間帯に環境汚染や資源搾取が集中するというだけのこと。同じことは電力の消費にも言えるでしょう。送電網もしばらくは働かなくて済みます。しかし人々がうわよく寝たと一斉に起き上がって電気をつけ、電化製品を使い始めると同時に電力の使用量は急増するのです。そうなると急激な電力の使用によって発電所に異常が発生する可能性があります。またそもそも人の労働力はそれほど効率的にはならないでしょう。自然な睡眠サイクルに反して生活した場合、人々は最大限の力を生かして働けないからです。それに自然な太陽光がなければ
効率よく作業できない産業もあります。お日様が上がっている最中にすやすや眠る農家さんはあまりいませんね。体は夜型の生活に慣れるかもしれませんが、夜に働くというのは健康によくありません。日中に睡眠をとることは人間の体内時計に反しているからです。夜型の生活を送っていると記憶力や情報処理能力に悪影響を与えます。ビタミンの吸収率を低下させ、うつ病や心疾患、がんなどの病気を増加させるかもしれません。結論、早起きを強いられたり深夜まで眠れないあなたはとりあえずラッキーと言えるかもしれません。少なくともあなたは眠りにつく時間を自分で決めることができるのです。もし自分の意に反する時間に寝ることになった場合、それこそ生活は大変なことになるでしょう。いかがでしたでしょうか。もっと他のネタが見たいというあなたは当チャンネルをじっくりとご覧くださいね。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。